マルチェロ・マストロ・ヤンニ、マルチェロ・ヴィンチェンツォ・ドメニコ・マストロ・ヤンニ、マースロ・ヴィンチェンツォ・デア・メニコ・マストロ・イニー、百二十四年九月二十八日から九百九十六年十二月十九日は、二十世紀のイタリアを代表する映画俳優。九百二十四年九月二十八日に、イタリア中部の町、ホンターナ・リーリの家具職人の家に生まれたマストロ・ヤンニは、 イタリアの首都、ローマと北部の工業都一人ので育ち、その後徴兵されて、第二次世界大戦にイタリア軍の兵士として参戦した。1943年9月8日にイタリアが連合国軍に降伏し、その後、イタリア北部がドイツ軍の占領下に入ると、ドイツ軍の捕虜収容所に入れられたものの、辛くも脱出し、 その後1945年までの間イタリア北部のベネツィアにいた。第二次世界大戦が終結した1945年に演劇の世界に入り、ローマで映画の制作スタッフとして働くとともに、ローマ大学の演劇センターで俳優のレッスンを受け始める。その後イタリアを代表する巨匠、ルキノ・ビスコンティ監督に才能を認められ、 1947年にイタリアで公開されたレ・ミゼラブル現代アイ・ミズラビリーで俳優としてのキャリアをスターさせる。その後はバストで勝負1955年や女と男1957年ルキノビスコンティ監督の白夜、や1957年などに出演し1959年に 公開されたフェデリコ・フェリーニ監督の名作、異生活、現代、LA ・ドルチェ・ビータで、ローマの上流階級を舞台に大敗的な生活を送るゴシップ記者を演じ、世界的な名声を得る。その後も、フェリーニ作品に頻繁に出演し、81、2、1963年や、女のと、1980年、ローマにある巨大な映画撮影所、 チネチッタのオープン50周年記念作品のインテルビスタ198年など多くの名作を残した。また、同じく多くの映画で典型的なイタリア美女を演じている女優、ソフィア・ローレンとの共演も多く、前述のバストで勝負やビットリオ・デシーカ監督のコメディ、昨日、今日、明、1963年、ひまわり、1970年、 ロバート・アルトマン監督のプレタポルテ1994年など多数の映画で共演している。晩年の70代に至るまでイタリア映画を中心に出演を続けたが、前日のプレタポルテなどのアメリカ映画への出演や日本化粧品メーカーのテレビコマーシャルなどにも出演している。1996年12月19日にフランス・パリの自宅で 水蔵岩で死去した。葬儀は、ローマの教会で国葬扱いで行われ、多くの共演者やファンが世界中から駆けつけた。遺作は、ポルトガルの巨匠、マノイル・デオリベーラ監督の、世界の始まりへの旅。1997年。一著、日本語版に、アンナ・マリア・タトーを聞き書きの、マストロヤン・日電話が映画性を語る、おやすし役、小学館。 2002年がある。甘い生活の新聞記者役に代表されるような典型的なイタリア人プレイボーイ的な役を演じさせたら右に出る者はいないと言われたものの2枚目ながら3枚目的な雰囲気を漂わせた人間味あふれる演技が光る性格俳優としても評価が高くイタリア仕切り競争九百六十三年で初のアカデミー主演男優賞に ノミネートされ、その後も特別な1日、1978年で同じく主演団優勝にノミネートされた。容姿の美しさを武器にしがたくなってきた老境にかけても、こうした幅の広い持ち味で第一線で活躍。一層の演熟味を漂わせている。黒い瞳、1988年では、同賞とカンヌ国際映画祭主演団優勝の 両方にノミネートされ、アカデミー賞は逃したものの、ジェラシー、1970年に次いで2度目の、カンヌ国際映画祭主演男優賞を賞した。他にもゴールデングローブ賞各賞を2回、ベネツィア国際映画祭男優賞を1回、受賞している。1980年代前半、市川根監督、市川新一脚本による、オール外国人キャスト、オール、欧州ロケによる、コメディ、 日本映画の主演予定が報道されたが、実現には至らなかった。若い頃から、アニタ・エクバーグ、ソフィア・ローレン、フェイダ・ナウェイ、カトリーヌ・ド・ヌーブなど多くの女優などと浮き名を流したが、結婚は生涯で一度、1948年に、イタリア人女優のフローラ・カラベリッダとのみであった。しかし後年マストロヤには、マスコミのインタビューで、本当に自分が心底愛した女は、 エクバーグとドヌーブの二人だけだ、と語った。妻のフローラとの間に、カズメを設けたほか、長年の愛人で、フランス人女優のカトリーヌ・ドヌーブとの間にも、カズメ、女優のキアラ・マストロヤンニを設けている。なお、プレタ・ポルテ、1994年など、複数の作品でキアラと共演を行った上、ドヌーブとキアラの母子は、晩年のマストロヤンニの看護も行い、 臨重にも立ち会っている。生涯で約170作に出演し、その多くが、ルキノ・ビスコンティ、ビットリオ・デシーカー、フェデリコ・フェリーニ、ミケランジェロ・アントニオーニ、ニキータ・ミハルコフ、テオ・アンゲロプロス、エッドレ・レス・コラ、ジュゼッペ・トル・ナトーレなどの名監督による作品である。また、長年の俳優活動において、 生命期と評される期間が全くないという映画スターとして稀有な存在であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。